アスカロンの戦いは第1回十字軍の戦闘の一つ。1099年8月12日に地中海岸の町アスカロンの周辺で戦われた。十字軍がエルサレムに迫るファーティマ朝軍を破ったが、これが第1回十字軍の最後の戦いとされている。エルサレムへの進軍を続ける十字軍は、1098年初めのアンティオキア戦の時期からたびたびエジプトの ファーティマ朝と交渉を続けてきたが、双方に妥協や合意は成り立たなかった。ファーティマ朝は、十字軍は、東ローマ帝国に頼まれて、セルジューク朝を倒しに来た軍隊と見ていた節があり、セルジューク朝が支配するシリア地方のうち、北側を十字軍、南側をファーティマ朝で分割統治することは認めようとしていた。しかし十字軍の目的はあくまで、 エルサレムの聖墳墓協会であり、ファーティマ朝の提案を相手にしなかった。こうして十字軍は1099年春にパレスチナへ侵入し、エルサレム後遺戦の結果、7月15日にエルサレム市を陥落させた。しかし後遺戦のさなか、ワズイルのアルイコールアフダル率いるファーティマ朝の大軍がエジプトを出て、エルサレムに向かっているという情報が十字軍に、 届いており、十字軍はこの大軍の到来に神経を尖らせていた。エルサレムの陥落の時点で、ファーティマ朝の軍は、エルサレムに達しておらず、市内半島を、まだ横断中であった。この大軍がやがてエルサレムに到達し、十字軍の守る、エルサレムに、工場戦を仕掛ける恐れが残っていた。この間、十字軍は、エルサレム支配を急速に固めていた。 ゴドフロワード・ブイオンは7月22日にエルサレムの支配者となり、王と名乗らずに、聖墳墓,墓守護者を名乗ることとなった。聖職者のアルヌールは8月1日にエルサレム総司教となり、8月5日には東方教会が守っていた聖遺物、真の十字架を手に入れていた。そこへ、アスカロン付近まで到達していた。 ファーティマ朝軍から使者が到着し、十字軍に対して、エルサレムからの退去を要請する、アルイコールアフダルの新書を渡したが、十字軍側は無視した。しかし十字軍も、ファーティマ朝の大軍が迫ることを無視できなかった。8月10日、インジャピエールがラテントギリシャの東西領協会の聖職者を集めて、聖墳墓協会で祈りと行進を行っていた日、 ゴドフロワは十字軍の将兵を率いて、エルサレムを出て、西へ一日のところにあるアスカロニへ向かった。フランドル博ロベールと総司教、アルムールは、ゴドフロワに従って、アスカロニへ向かったが、ゴドフロワとは、対立状態にある、トゥールーズ博レーモン及びその風神となっていた、ノルマンディー公ロベールは従わなかった。彼らは、自らの石膏からの報告が届くまでエルサレムから、 動こうとはしなかった。翌日、彼らも、ファーティマ町の軍隊の接近を確認し、アスカロニへ向けて出発した。途中のラムラ付近で彼らは、8月初めに、ナブルス攻略のために、エルサレムを出ていたタンクレード及びゴドフロワーの、兄弟である、ブローニューハク、ウスタシュと合流した。アルヌールは、真の十字架を掲げて、軍を先導した。一方、レモンダジールは、 アンティオキア後為戦の時に見つかった、聖、槍を掲げて更新した。アルイコールアフダルに率いられたファーティマ朝の軍隊の総数は最大で5万人ほどと考えられている。総数には諸説あり、2万から3万という推計もあれば、年代記、ゲスタ・フランコルムのように20万人と主張するものもある。この軍隊は、セルジューク系のトゥルク人、アラブ人。 ペルシャ人、アルメニア人、クルド人、エチオピア人などで構成されていた。彼らの当初の目的は十字軍に包囲される。エルサレムの救援が目的であり、工場兵器などは持ち合わせていなかった。しかしこの時点では十字軍が占領したエルサレムを包囲することに目的が変わっており、工場兵器がないことが問題になっていた。アルイコールアフダルは、 工場船の準備不足と十字軍の勢力に対する不安からエルサレムへの行軍の途中で一旦アスカロン郊外の谷間にあるアルマジダルの腹に宿営を張りエルサレムに死者を送るなどして十字軍の意図や動きを探っていただが彼らはこの時十字軍がすでにエルサレムを出てアスカロンに向かっていることを知らなかった十字軍側も正確な総数は不明だが レーモン・ダジールの年代記では、騎士1200人に、不評9000人とある。大きく見積もる説では2万人というものもあるが、エルサレム陥落時点での十字軍には、そのような兵力はなかった。アスカロンの戦いを描いた13世紀の写本差し絵8月11日、十字軍は、ファーティマ町の軍隊を養うために、アスカロン郊外に放牧されている牛、羊。 ヤギ、ラクダの群れを発見した。タンクレードがラムラ付近での小競り合いで得た、ファーティマ朝軍の捕虜によれば、十字軍がこれらの動物を追い払ったり略奪したりしている隙に、ファーティマ朝の軍隊が不意をついて攻撃できるように放たれたとのことだった。しかし十字軍は、アルイコールアフダルの期待通りには動かなかった。翌8月12日朝、 動物たちは十字軍の後ろについて歩き始めた。これによって、かえって十字軍の規模が実際より大きく見える結果になった。8月12日朝、十字軍の石膏は、ファーティマ長軍の宿営地の位置を報告した。宿営への行軍の間、十字軍は9つの集団に分けられることになった。ゴドフロアは、左翼の集団を率い、レーモンは右翼を、 タンクレード、ウスタシュ、ノルマンディーコー、ロベール、ベアルンシシャクガストンが中央の集団の指揮をとった。これら9つの集団は、それぞれ2つの小集団に分けられ、不評の小集団が、それぞれの集団の先頭に立った。この部隊編成は後に、アスカロン場外の戦いでも使われた。アスカロンの戦い。左が十字軍、右が、 ファーティマ朝軍十字軍を呼び、ムスリム双方の記録によれば、ファーティマ朝の軍隊は戦う準備ができていない状態で十字軍に捕捉され、戦いは短時間で終わったとさせる。ただし、X のアルベールは、迎え撃つ準備ができていたエジプト軍と衝突し、戦闘はそれなりの時間続いたと述べる。両軍はまず弓矢を放ちながら接近し、槍が届く距離になったところで、 白平線へと移った。エチオピア人部隊が十字軍の陣の中央に攻撃を、加え、ファーティマ朝の前衛が十字軍を、側面から突き十字軍の後衛を包囲した。しかしゴドフロアの左翼が後衛を救出に来た。アルイコールアフダルの側は、数で十字軍を圧倒していたが、その強さは十字軍がかつて戦った、セルジューク朝軍と同じ程度であった。 ファーティマ朝の重機兵の準備がようやくできた時には、戦いの決着がついていた。アルイコールアフダルと不評はパニックに陥り、アスカロンの堅固な城内を目指して、改装を始めた。レーモンは敵兵らを海に追い詰め、敵兵は木に登って、逃げようとしたり弓矢で殺されたりした。残りの兵は城内に駆け込んだ。アルイコールアフダルは、宿泳を多数の財宝ごと放棄し、 タンクレード・トレーモンがそれらを手に入れた。十字軍の損害は不明であるが、ファーティマ朝の軍隊の損害は1万から1万2000人に達した。十字軍は、アルイコール・アフダルの軍勢が放棄した宿営で夜を過ごし、翌日のアスカロン攻撃に備えた。しかし、翌8月13日朝、彼らは、ファーティマ朝の軍隊がエジプトへ退却したことを知る。 最初アルイコールアフダルはアスカロン港から艦隊でエジプトへ向かっていた。十字軍はアルイコールアフダルの軍機や専用テントなど持ち運べる限りのものを略奪して残りは燃やした。同日彼らは意気揚々とエルサレムに凱旋したが祝宴の後でゴドフロアとトゥールーズ博レーモンの双方がアスカロンの領有を主張した。レーモンは こうした対立に嫌気がさし、この後コンスタンティノープルへ行ってしまい、レバントに戻ってくるのは1101年の十字軍の後になる。この戦いの後、十字軍の将兵のほとんどが巡礼という目的を果たしたと考えてエルサレムを去り、西欧へ戻っていった。1099年ぐれにエルサレムに残っていたのはわずか数百人の騎士だけであった。 しかし西洋で十字軍の成果の話が広まると、後に続こうというものが現れ、西洋からの増援がエルサレムに向かい始める。アスカロンの戦いは十字軍の勝利に終わったが、アスカロン氏はファーティマ朝の支配下のままに留まり、やがて守備兵も補充された。以後、アスカロンはファーティマ朝がエルサレム王国など十字軍国家に対して、毎年のように行う。 攻撃の拠点となる。アスカロン周辺では何度も両軍の衝突が起こり、エルサレム王国は1153年のアスカロン行為戦までアスカロンを支配できなかった。ありがとうございます。